こんにちは、浩平です。アンナです。私たちは先日日本一周を終えましたので、はい、今回はおすすめしたい観光地を10選ご紹介していきたいと思います。はい、北海道から沖縄まで、うん、北から南に順にご紹介していきたいと思います。はい、絶景だけじゃなくて楽しかったところとかも入れてますので、うんうん、はい、ぜひ最後までご覧ください。それではよろしくお願いします。まず一つ目は北海道の摩周湖です。はい、こちらは星空がすごく綺麗でして、摩周湖の周りに展望台が 2,3 個あって、うん、確か第3展望台だったと思うんですけど、はい、真っ暗で車が来なくて、うん、めちゃくちゃ見やすいとこがあって、はい、なんか9時ぐらいだったかな、うん、なんか月が出てない日だったんですけど、うん、もうめちゃくちゃ綺麗で、うん、もう目視で天の川が見えるぐらい。見えた日本一周しましたけど、一番綺麗な星空が摩周湖の星空でした。はい、2つ目は同じく北海道で津別峠です。はい、こちらは雲海なんですけれども、はい、さっきの星空と同じ日に行ったんですけど、うん、朝日とともに雲海が出ているとこまで登りに行って、うん、すんごかったね。すんごかった。一面めちゃくちゃ動いてて、ね、タイムラプスがお気に入りなんですけど、はい、めちゃくちゃ綺麗で1時間ぐらい見てたのかな。見てた、ね、私たちは雲海チャレンジを何度もこなしてきたんですけど5回目ぐらいやっと成功して見れて、そう、ね、初めてね、感動しました。はい、おすすめです。ちょっと朝早起きしなきゃいけないのが大変だけど、うん、雲海ってどこもそうか。そうね大体ねめちゃくちゃ綺麗だったんで、はい、おすすめです。はい、3つ目はまた北海道の新嵐山スカイパーク展望台です。はい、北海道といえば、うん、なんか一本道のあの風景が、うん、あの風景なんか北海道って感じですけど、はい、牧場の景色版の北海道、うんうんうん、なんだそれザ北海道みたいな。そうね、うん、なんかすごいこうパーって広がってて、うん、でそれがなんかこう枠に入っててね。そう、展望台のこうなんか木枠みたいなのにね、そうそうそう、入るんだよね。すごい絵になる映像がふわーっと広がってて、十勝、うん、平野かな、あれは多分。多分すごいこう壮大な、うん、ザ・北海道の景色が無料で見れますので、はい、なんかあそこ行ったら北海道来たなって、うん、思えるね、思えると思いますので、はい、おすすめです。はい、4つ目は青森県の立花岩壁朝市です。はい、こちらは絶景ではないんですけれども、うん、朝市ですね。朝市楽しかった。めちゃくちゃ楽しくて、なんかいっぱい食べた、10個ぐらい朝市で食べたんですけど、うん、はい、手羽先だったり、うん、うなぎのせいろ蒸しみたいなんだったり、うん、なんかもう活気がすごすぎて、うんうん、なんか日本三大朝市とか多分定義あると思うんですけど、うん、ここの立花岩壁朝市が一番楽しかったし、ね、騒がしかったし、うん、盛り上がりがすごかったね。すごかった。私たちが行った時はちょうど朝焼けも見れて、うん、それが漁港の近くでやってるから、うん、その朝焼け見ながら、はい、朝から爆食いするのがめちゃくちゃ楽しかったんで、うん、青森行ったら日曜日か、日曜日やってるね、日曜日だけやってるんでぜひ行ってみてください。はい、あとは何と言っても小籠包が熱すぎるのでご注意ください忘れてたのに大変でしたねそんなこともありました。はい、5つ目は福島県のバンダイアズマスカイラインです。はい、これはね、なんか火星に来たんかっていうぐらい、うん、土で、ね、そすごかったで、まずそうスカイライン、その道もまずこうやって登っていくのもすごいんですけど、うん、登った後になんか山があって、うんうん、そこに登ったら火口を見下ろしてて、うん、なんか風もえぐかったけど、風やばかったね。なんかほんまここ日本ですかみたいな、うん、アメリカがどっかの荒野ですかみたいな、うん、それぐらい異世界が広がってて、うん、なんかすごかったよね。すごかった。バンダイアズマスカイラインってこの頃も気に入ってるんですけど言いたいだけなすごいこうスカイライン系ではかなり印象に残ったおすすめポイントです、うん、はい、6個目は石川県の千里浜渚ドライブウェイです。はい、これは日本一周始まって結構最初の方やね、うん、序盤序盤に行ってもう綺麗すぎて、うん、日本一周最高ってなった場所、うん、そうね最高だった本当に。唯一日本で車で入れる海岸通り、うんうん、でなんか昼間の景色とかが有名だと思うんですけど、はい、なんかちょうど夕日の時期に来れて、うん、しかも雨が降った後だったから、うん、潮だまりができててそうやばかったよね。そうなんか反射してね
ウユニ湖みたいな。そう、自然ウユニ湖が出来上がっておりました、はい、しかも車と一緒にこう反射してるのが撮れたから、すごいお気に入りの一枚が撮れたんで、うん、多分その日の動画のサムネにしたり、うん、なんかいろんなところで乱用してる使ってる、ね、2人のお気に入りの写真が撮れた、はい、めちゃくちゃおすすめなスポットです。はい、7個目は山梨県の港湾キャンプ場です。はい、山梨県には富士山が見えるキャンプ場がいっぱいあると思うんですけど、うん、はい、まあ、静岡の方やったらふもとっぱらとかが有名で、うんうん、そっちにも行ったんですけど、はい、こちらの港湾キャンプ場は湖がね手前にあって、そう、湖の奥に富士山が見えるっていう、この湖に映る富士山も楽しめるところで、うんうんうん、こっちの方が結構お気に入りだね。うん、綺麗だったこの映ってる感じがね。やし、なんかすごいこう湖畔の静かなほとりな感じとか、うん、なんか客層客層誰めっちゃ静かだった。そうだね、あんまはしゃいでる人とかがいなくて、みんなこう静かに湖畔を眺めてるような時間が過ぎていってて、うんうん、すごいこう楽しかった。2日間行ったかな、一泊2日じゃなかったっけ。そうだったか、うん、ってぐらいなんか濃い思い出として残っております、はい、キャンプ場おすすめは1つだけですけど、はい、ランクインしました。はい、8個目は京都府の稲の船屋です。はい、こちらは景色もいいんですけれども、うん、何よりもあのカモメの餌やりが楽しくてそう、思い出がね、ほぼそこっていうね個人タクシー、うんうん、なんか予約が取れる大きい方とちっちゃい方があるんですけど、うん、ちっちゃい方で行ったんで、うん、なんかほぼ貸し切りで2人だけで、うん、なんかもうどこにでも行ってくれるみたいなね、うん、そうところから餌やりをできて、うん、なんか2人だけだったからめちゃくちゃはしゃいじゃって大はしゃぎしといたね楽しすぎて、なんかまあ、うん、船頭さんも見守ってくれる感じですごい良かったんで、うん、なんだろう、楽しさ、うん、京都に行って楽しさを味わいたいなら超おすすめなので、はい、ぜひ行ってみてください。はい、9個目は熊本県の阿蘇山です。はい、こちらは阿蘇山の手前に、うん、なんか草原が広がってるところがあって、うんうん、草、チリ、なんちゃらみたいなところ草、うん、千里、名前が今忘れちゃった。そんなところなんですけど、うん、まずその北海道とは違って、うん、牧場とかもない、ただもう草が一面にバーって広がってる景色を見た後に、うん、その河口の方、うん、阿蘇山の方まで登ったんですけど、うん、これはまたもう異世界で、うん、なんかガスがすごかったよね。すごい匂いやった、いいよ、うん、なんかむせるぐらいなんかこう自然の地球のうごめきを感じたというか、うん、生きてるな火山っていうようなのを直であそこまで見れるのはさ、うん、多分あそ阿蘇山だけだったじゃなかったかな、うん、あんま見てないね他でね、うん、あそこまで河口まで近づけるのは多分あそこだけなんで、うん、すごい思い出に残っている場所です、はい、その草パターンと草パターンその鉱山パターン2つ楽しめるんでそうだ、ね、おすすめです、はい、最後10個目は沖縄県のハテルマブルーです。はい、沖縄はね何個もランクインさせたかったんですけど、うん、我慢して、うん、このハテルマ1つ一番いいやつね一番いいやつもうねせこいよなこれはこれはねすごかったですよ最南端にあるハテルマですけど、うん、なんせ青の深さがすごすぎて、うん、あんな濃い青、うん、見たことないよな。ちょっと他とレベルが違いすぎたね。海の色違いない。私なんか濃淡もすごくて、ね、うんうん、あこれがハテルマブルーかと、はい、いう感じで、うん、まあ、結構行きづらい場所にありますけれども、うん、10選を作る上では、まあ、ランクインせざるを得ないそう、ね、おすすめせざるを得ない感動がハテルマにはありますので、うん、はい、ぜひ行ってみてください、はい、ということで10選ご紹介してきましたが、過去の動画も概要欄に貼り付けておりますので、もし気になる方がいればぜひご覧ください。はい、行ったことあるよとか、うん、行ってきますとかもしあればコメントで教えてください、うん、はい、なんか絶景を共有したいなっていう気分です、はい、超おすすめなので、はい、行ってみてください。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。